ブルーパーチェが5倍台、12番アルジェンタージョ6倍台、あと11番タケシと3番ハヤブサ、タケシとワイワイレジェンドも10倍来てます。函館競馬6レースメイクデビュー函館2歳新馬、今日2鞍目の新馬戦はダートの 1000m12 頭がデビューします。お昼を過ぎても強風は変わらず、向こう正面奥の海の方向からスタンドの方向へと強い風が吹いています。方角的には西からの風、その風を左側から受けて各馬向こう正面での枠入り、アルジェンタージョが最後に12番ゲートに入ってゲートインが終わります。スタートしました。アルジェンタージョ好スタート、好ダッシュは7番ブルーパーチェ、ブルーパーチェを押しています。12番アルジェンタージョと先行争い、アルジェンタージョが先頭に立ちました。3馬身差の3番手が8番セントキルダ、6番ワイワイレジェンド4番手、内から1番ゼルトザームが4番手インコース打ち合わせていきました。直後に4番アガシ、先頭までは8馬身から9馬身、11番タケシが続いて、あとは後方 2,3 馬身、9番テイエムタリスマ、2番エースオブハーツ、後方3番ハヤブサアポちゃん、後ろから2投目5番のジュンラトゥール、最後方遅れて10番のキングオブ富士、縦に長い展開、4コーナーカーブ残り400です。12番アルジェンタージョ先頭リード1馬身、2番手7番ブルーパーチェ、8番セントキルダ3番手インコース、4コーナーから直線外へ切り替えて1番ゼルトザームが3番手の一角、直線足を伸ばしてきます。1番外からは6番ワイワイレジェンド200を切りました。先頭12番アルジェンタージョに1番のゼルトザームが接近、並んで捉えるか、6番ワイワイレジェンドも追い込んできている、2番手まで上がってこられるか、1番ゼルトザームが先頭に変わった、ゼルトザーム先頭でゴール。1番ゼルトザームヘニーヒューズ3区デビュー勝ち、6番ワイワイレジェンドが最後2番手に上がって、12番アルジェンタージョ3着です。勝ちタイム59秒9、1番ゼルトザーム浜中すぐる騎手、最後は内から外へと進路を切り替えてよく伸びました、前を捉え切っています。6番ワイワイレジェンドはゼルトザームのさらに外から伸びてきて2番手に上がってきました。先行した12番アルジェンタージョ3着、勝ちタイム59秒9、上がりゴールまでの 800m47 秒4、 600m は36秒3でした。ヘニーヒューズ3区のゼルトザームはおばあさんがローズバード、バラ一族の血統を持つ1頭です。G1 バスタニングローズはいとこ、ローズキングダムはおじに当たるという決闘。ゼルトザームが函館6レースでデビュー勝ち、2着6番ワイワイレジェンド、3着12番アルジェンタージョ、その後4着4番アガシ、5着11番タケシと発表されました。函館6レースは上位は1番6番12番の順です。確定までお待ちください。函館6レースの新馬戦、勝ったのはヘニーヒューズ3区ゼルトザームでした。浜中すぐ騎手とのコンビ、関西馬火曜ただし厩舎のお数馬です。はい、2着が古川奈穂騎手が騎乗したダノンレジェンド3区のワイワイレジェンド、3着が、横山武史騎手が騎乗したアルジェンタージョでした。1番6番12番の最終オッズです。1番人気、5番人気、4番人気の順です。単勝1番 4.4 倍、枠連1号 17.5 倍、馬連1番6番 17.9 倍、馬単1番6番 38.2 倍、三連複1番6番12番 43.2 倍、三連単1番6番12番 242.7 倍です。はい、確定までお待ちください。お待たせ。